それで何を作りたいと思いますか、設定をもらいます。2、フロア2から2番目のレイヤーをタップして、フロアのレイヤーをタップして、閉じます。続いて、ツールはブラシでもらいます。糸立て、赤い選択をタップして、このようにして閉じました。お閉じします。一番右のバックレイヤーをボタンをタップして、作品を閉じします。続いて背景のラインをお閉じします。はい、すみません。背景にちょっと色をつけてみました。それでは、お願いします。続いて、背景だけをお願いします。これで線画と線画と色付きと背景付きの作品が見つけてきました。以上です。工程が乱れて申し訳ないです。また真剣になっているとなかなかことは出ませんので、すみませんでした。以上、お願いいたします。楽しんでみてください。